ボボ水をお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。田中ゆかりです。高木圭一です。いつも月曜日は名乗ってるんですよ、はい、あ、だからちょっと今日も名乗ってみようかなと思って。今日ちょっと癖高くないですか。高い。いつもより靴さらに厚いやつ買った。ほんとおしゃれですね、この靴。結構厚いし、これ穴が開いててクッションがすごく良くて、どこまででも歩けそう。そう、すっごいふわふわ、ね、うん、はい、なんかあの雪でもいいんですか、これ。いや、でもそれはダメ、多分上が、ああ、通気性がいい、濡れちゃうと思うんで、うん、はい、あの今日のテーマは、はい、チケットでいただきました、はい、というのも私たちが共に日本シリーズのチケットを、はい、全て落選しました。抽選先行予約が落選、うん、で明日、26日の午後12時から一般発売があるらしいです。そうだ、またこれはもう競争率すごいですもん。仕事中だっちゅう。そこね、先着らしいですね。ピアだけは、他は大体のネットなんですけど、はい、ピアだけはネット以外に電話もあるし。電話、懐かしいな。懐かしい。公衆電話だと繋がりやすいとかね。あ、昔そんな話が、噂がありましたね。いや、どうなるでしょうか。さあ、そしてもうたくさんメールをいただいたので読み切れなかったものもあります。これ読もうと思ってたのにちょっと読み切れなかった、うん、カメラ付き農業おじさん、うん、チケットといえば私の子供が幼稚園の時にくれた肩たたき券です。え、嬉しく、そしてもったいなくて使えず、いつしかどこへやら捨ててはいないので、家の中のどっかにあるとは思いますが、あの頃が懐かしいです。今から30年ほど前の出来事です。あら、それをちゃんと覚えているのが嬉しいですね。可愛いチケットの話いただいてたのに本番で読めなくてごめんなさい。あ、ごめんなさい、届いてください、これをぜひ読んでるということをね。カメラ好きの行事さんだったらきっとご覧いただけますよ。いつも早くいただくんですけどね、うん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。しかも読みやすいこう、ね、あの分量で書いてくださってね、編集いらず。あ、本当にありがとうございます。すいません、入りきらずね。そしてこれはタクワちゃんが高校1年生の時に北海道を一周した時のチケットという、はい、え、すごい、昭和50年と書いてあるのかな。すごい、よく残してるな。これね、2週間ぐらい夜は夜行で過ごして SL の写真撮っていました。これ分かる。僕もあの学生の時に北海道行った時に周遊券ってあるじゃないですか、うん、あれで、うん、北海道広いからもう宿代使うのももったいなくて、学生だから、うんうんうん、だから夜行列車乗って寝て移動して、あ、で有効活用で若いし元気だし、うん、ね、そんなんやってましたよ。へえ、 いやでもこれすごいですね、年季が撮ってるっていうのがすごい、ね、うん、すごいですね。やっぱこういうの思い出になりますね、うん、ということでね、はい、たくさんチケット関連いただきました、ありがとうございました。ということで、また来週も、来週はもう11月。11月早いね。はい、はい、また あとあの鳥取ダイアリーインフルエンサー、あの就任させていただきました。たくさんおめでとうのメールもいただきましてありがとうございます。しっかりこれからラジオやインスタグラム通して鳥取の暮らしを発信していきたいと思ってます。ハッシュタグ何でつぶやくんでしたっけ。鳥取ダイアリーで検索してください、はい、ぜひ鳥取ダイアリーインフルエンサーとしての活動も続けていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。ではまた来週。ごきげんよう。